はい、上質研究機構のライフサイエンス統合データベースセンターと書きましたボーノと申します。で、まあ、簡単に言うと、まあ、ちょっと自己紹介だけ最初にちょっとしておきますと、私、まあ、言葉聞いて分かる通り、この北大阪の人間でして、その実家はその箕面の辺にあるんですけど、こういう最近この8年ぐらいこのデータベース利用技術のこの普及活動、こういうところでお話したりすることですね、そういうこととか、あと研究活動をやってます。で、普及活動はこうやってお話する以外に、先ほど紹介ありましたこの統合定理ですね、さっきもちょっと流してましたけど、ああいうものを作ったりするのをずっとやってまして、あと研究活動っていうのもこのデータベースを使った研究ということで、今から今日ご紹介するこのゲノムの配列のデータベースですか、これを結構使う研究なんかを普段からやってます。で、あと、まあ、この右の方に書いてるこんな本も書いたりとか翻訳したりとか、これ書いたりとか翻訳したりとかもやってます。で、まあ、それ以外に、まあ、一応専門としてこういうバイオインフォマティクスと呼ばれる、こういう今日から今から話します塩基核酸配列とかアミノ酸配列の解析とか、特に遺伝子発現情報の解析なんかもやってきました。まあ、そういうのをやってる人間がお話します。で、今から話する内容はですね、まあ、基本的にこの、講習会のページから全部リンクしたところにあります。で、これの、講習会の今回申し込まれたこのページのこちらって書いてるところをクリックしていただいて、このちょっと古風なページが出てきますけど、その中のこのゲノム配列 DB の使い方、これをクリックしてください。そうするとテキストというか今日話す内容全部出てきます。みんなでやったからちょっとしばらく出てこないかもしれないですけど、こっちであります。はい、まあ、みんなで一気にやるとですね、多分しばらくレスポンスがないので、あ、出ましたね。はい、で、まあ、お話していきます。それでですね、まあ、この話は90分ということで、長めにですけどやりますが、基本的にはですね、そのゲノム配列を使おうというようなことで、やるんですが、そのをやる方法として、まあ、何種類かあると思うので、それに合わせて、お話していこうと思います。一番最初はあれですね、電池がない、こっちに変えます。ですね、一番最初はその私どもが普段から作っている統合テレビの紹介ですね、まあ、先ほども言ってくれたんであんまり詳しくはやりませんけど紹介して、その後にゲノム配列自体をどこにインターネット上のどこにあるかというのを探す方法を、まあ、話したいと思います。で、その後に、まあ、実習もやります。で、その後にゲノム配列から探す、だからゲノム配列を、まあ、探すっていうの、あ、探し、あの、どこにあるかっていうのを探してくる以外にですね、それをゲノム配列の一部をも自分が持っていると、その時に一部を使って全体を探すというようなことを、まあ、やる話をやります。これも実習でやりたいと思います。で、最後には今一番多分これが皆さん必要だと思うんですけど、そのゲノム配列に対する注釈情報ですね、アノテーション、そういう注釈っていうのはアノテーションって、まあ、日本語で逆かアノテーションというのは日本語で注釈って多分言うと思うんですけど、そういうものを足してみる話ですね、まあ、そういう流れでやっていきたいと思います。で、まあ、割と実習が主体のものにしたいと思うので、あまり僕がここで喋ってても皆さんご飯食べて眠くなるだけなので、手を動かしていこうというふうに思いますので、皆さんも一緒にやってください。皆さん大体あれですかね、 Windows と Mac 半々ぐらいですかね。まあ、基本的には今からやるお話はですね、全部ウェブブラウザー上で、やるものになってます。で、一番最初に言っておきますけど、インターネットエクスプローラーはできれば使わないでください。動作保証してませんので、で、大体まあ Firefox か、で、僕これ今 Mac で Safari とかでやってますけど、まあ、そういう Firefox とか Chrome とか Safari とかぐらいでやってください。 IE は、まあ、動作がおかしくなることが多いので、まあ、使ってやられてもいいんですけど、自己責任でお願いしたいと思ってます。はい、で、さっきも多分講習会やって注意事項があったから分かると思うんですけど、みんなで同時にアクセスすると、サイトがつながりにくくなります。さっきもそうでしたね、みんなで一気にこの講習会のサイトを見に行ったんで、
つながるのが悪くなる、まあ、これはまあ当たり前なんで、そういうことものなのです、はい、なので遅くなったなと思ったらちょっと自分はこうアクセスするのを止めて、でもうちょっと待ってから5秒後ぐらいにアクセスするとか、そういうふうな感じでやりましょうと。でまあこれですね、サイトの反応が悪いときはタイミングずらしてやりましょうって書いてあるね。で、まあ、反応がないから何回も何回もリロードとかするとですね、ますます遅くなる原因になりますっていうふうなことも言ってます。あと分からないことが多分出てくると思うんですけど、全然止めていただいて結構です。私の方から皆さんも多分分からないですよ、止まることが多いと思うんで、手を挙げてください。手を挙げたらそこで止めてですね、まあ、それの原因とかいろいろみんなで追求したいと思ってます。遠慮は無用ですと。で、ですね、今日これお話しますけど、まあ一応僕も最後までいるし明日もいますので、もしやってて分からないとか分からなかったとか、これを言う場合はどうするのかとか疑問があったら後でどんどん聞いてくださいということです。はい、じゃあだんだん、本題に入っていきましょう。で、まあ、さっきの串田さんの時にも紹介あったと思うんですけど、統合テレビですね、これ僕らが作ってて、さっき900個ぐらいになりましたって話あったんですけど、900になりました。でこういうのを作ってて、まあ、生命科学分野のいろんなデータベースとかツールの使い方を動画で紹介してます。それで、まあ YouTube にもあって、 YouTube のこの統合テレビチャンネルっていうのがあって、まあ、皆さんの iPhone とか Android でも見えますので、ぜひそういうところでも、まあ、見てみてください。はい、で、まあ、割とこういう汎用的なパワーポイントで、図形を書く方法なんかっていうのも、YouTube なんかではすごい人気で、まあ、もちろんこれは生命科学の分野だけにとどまらないから、まあ、人気っていうのもあるんですけれども、まあ、そういうコンテンツをどんどん作ってアップしていってます。まあ、すごい使い方がですね、吹き出しでここをクリックしてください、そこをクリックしてくださいみたいなのが動線がうまくできておりますので、まあ今回のお話しする、明日も僕お話しますけど、そういうのの内容のものは多くはここにあります。でないものはですね、今作ってる最中だと思ってください。そのうちできるというふうな内容ですので、ぜひ復習はですね、今日聞いて分からなかった、もう一回よく知りたいって時はこの統合テレビを探していただくと大体あります。でここから自分で頑張って探さなくてもですね、大体ある場合はここから私のテキストの方からリンクしてます。ですのでそこからクリックしてみていただくといいかなと思います。じゃあ最初もういきなり本題に行こうと思います。まず最初ゲノム配列探すってことです。でゲノム配列を探すってことなんですけど、こんなん Google 検索でええやんってみんな思うと思います。確かにそうです。大体それで見つかる場合はいいんですけど、見つからない場合でも実は世の中にその配列があったりします。そういう場合に探し方っていうのをお話したいと思います。Google で見つからないときというのが大体想定されているというふうに思ってください。なんでじゃあ Google で見つからないんですかってよく言うんですけど、それは Google さんがですね、そこまではクロールしていってインデックスを作ってないからです。意外と Google が言ってない、まあ、世の中的には Google 8部って言いますけど、 Google 8部されているサイトが結構この生命科学分野にいっぱいあるんですってことを、まあ、知っておいてください。でまあ、様々な生物のゲノム配列が解読されてますよと、まあ、それはもう皆さんもよくわかると思います。じゃあ何個ぐらいあるんでしょうって疑問で思ったりしますよね。でそれじゃあ何個なんですかって先生に聞いても多分まあすぐにはなかなか答えれないと思います。そういうのを自分で検索して探しましょうと。それをまあ自分の研究に生かしていきましょうと。でその理由第一歩として、探してくる方法を勉強しましょうということです。でこれなんですけど、もうやることは一つで、これ NCBI でどこから検索します。で NCBI なんですけど、今 NCBI ってじゃあ前までこれ聞くまでに NCBI って知ってたっていう人どれぐらいいます？あ、結構知ってますね。あ、いいですね、ありがとうございます。じゃあですね、知ってた人はまあこういう検索もあるんだなっていうのを知っていただくとともに、知らなかった人は NCBI ってところで大体こういうバイオの情報の人はみんな検索してんだなっていうのを知ってください。で NCBI って何の略かっていうと、この、まあ、ページ開いてますかね皆さん、開いてへんかった人はこの統合データベースの講習会のページから、ここをクリックしてたどっていってたどり着いてください。あ、ない人、これまだたどり着けてない人います？大丈夫？じゃあいいや、大丈夫かな。じゃあいいです。じゃあこれで、まあ、見てください。NCBI というのは元に戻しますけど、ナショナルセンターフォーバイオテクノロジーインフォメーションの略で、これはアメリカの、
あるというか NIH の傘下のセンターです。でこれはですね、まあ、日本語にするのも愚かなんですけれども、まあ、要するにアメリカ合衆国がお金を出して集めている分子生物学関係の情報のリソースです。でいろんな調べ物はここからするといいというもので、まあ、もちろんアメリカがやってるものですから英語で問いかけないといけませんが、まあ、そういうサイトです。で、まあ、いろんなものにこれ多分使ってて、一番多分皆さんが知ってるのは論文情報ですね。論文の小6アブストラクトの情報をパブメドってところで探すことがあると思いますけど、それに一番多分使ってるんじゃないかなと思います。それ以外にもいろいろなことに使えるという一つとしてゲノム配列の検索を今からやってみたいと思います。はい、じゃあもういきなり実習やります。で実習なんですけど、ですね、NCBI からゲノム配列を、検索して取得しようというものなんですけど、まあ、もちろん自分でなんか興味のある菌があったら、菌というか、まあ、生物があったらそれをいきなりやっていただいてももちろん結構ですが、特にないって人は僕と一緒にこの中等呼吸器症候群やりましょう。これは今新聞開いたらどっかに載ってるあれですね。はい、どっかに載ってるあれなんですけど、日本語にするとなんかよう分からへんけど、まあ、日本語のやつでなんか聞いてるかもしれないんですけど、略語にするとこの MERS か、 MERS っていうので多分韓国の方で話題になっているのでみんな知ってますよね、あれです。で、じゃあそれを MERS で検索してもなんかいっぱい引っかかってきて、略語やといろいろ引っかかってきますよね、他に関係ないようなものが。それだと困るので、長い名前を、正式名称を知りたいといったときに、じゃあどうしようってやると考えますと、僕はこの中等呼吸器で知らない MERS だけ知ってると、この NCBI、先ほど NCBI で、NCBI で MERS でやる略語でいきなり検索しても多分引っかかるかもしれないんですけれども、より早く結果にたどり着きたい場合は、先ほど串田さんが紹介してくれた NBDC のデータベース横断検索から検索してみましょうということになっています。もちろんこの中等呼吸器症候群だけしてて、その名前から英語名を探してみようっていうふうなやり方もできます。今はこれはちょっとやるのは、みんなでやるとさっき落ちるって言った通りやりませんが、このミッドイーストレスパイトリーシンドロームの略であるっていうのが分かります。でそれをこのね、フルネームをこれをコピペして NCBI で検索してみましょうと。でこれなんですけど、まあ、これをまあコピーしていただいて自分のブラウザーで、NCBI に行ってやってみましょうと。で、まあ、NCBI じゃどこですかって話なんですけど、 NCBI はググってください。 NCBI NCBI でググると多分一番上にこれが出てきます。でここに行ってください。来ました。まあ、ググってっていうのは、まあ、Yahoo 検索でも Bing 検索でも何でもいいです。 NCBI ってやって多分検索すると一番上に出てくると思います。でそれをクリックするとこのページ出てきましたか。でこれをここで、ペーストしてさっきのね、Middle East Respiratory Syndrome でこれでサーチしてみてください。そうするとどういう結果出てきますかね。こんなの出てきました。まあ、NCBI は多分すごい屈強なシステムを持ってますから、みんなで一気にアクセスしても多分大丈夫です。こんなの出てきたと思います。でこれが講習会資料に戻りますが、これね、でやるとここで、やってやると検索結果を見ましょうと。でこんな結果が出てくると。でこれNCBI 全体でさっき のキーワードで検索した結果なんですね。なんかいろいろなまあものがあるんだなっていうのをこう見て、まずは知ってください。皆さんがよく見るパブメドはここの部分で、さっきの検索でこの僕が資料を作った時点で8614で、今検索して86266個増えましたねというふうにどんどん日々増えていってますんで、数字が違うっていうので悩まないでください。増えていくものなんです。で、まあ、こんな感じでパブメドはそうだったと。でまあ、それ以外にもいろいろあるんですけど、今見てるのはゲノム配列が知りたいので、ゲノムズってどこにいます。でゲノムズの中でもゲノムっていうのがいます。そうすると 1ってなってますね、1個。でそしたらこの1をみんなでクリックしてみましょう。で1っていうのはこれ1個しかなかったってことなんです、この MERS のやつは。だから1個しかなかった場合はこう何個かあったよってリストが返ってくるんじゃなくて、いきなりその1個がの結果が返ってきますが、みんなでアクセスしたからちょっと時間かかりますけど、待ってるとこういうのが返ってきます。もうこっちのテキストの、テキストじゃない、今日のサイトの方に答えが書いてあるんで、これも見てください。こんな風に、
この MERS の、まあ、原因 の、 あのコロナウイルスなんですけど、コロナウイルスのゲノム配列に関する情報が出てきます。ゲノム配列に関する情報って言っても皆さんいきなり塩基配列が出てくると思ったかもしれないんですけど、そうじゃなくて、このウイルスがどんなものでどういう論文で発表されてどういうあの分類になっててとかで、そのゲノム配列の構造とかがあのこういうふうに、これグラフィックスでこれ表示されてるんですけれども、こんなふうなのが出てくると思います。出てこないか、ちょっとあれやな、一回切ってもう一回、ちょっとみんなでやってるからすぐには帰ってこないと思います。まあ、あの皆さんも同じような状況だと思うんで、そういう時は一回一回止めてもう一回とかいうふうにするといいと思います。ちょっと NCBI からもこれ悪菌が食らいそうな感じですけど、アクセス禁止、悪菌ですね、はい。まあ、あのこういうのはあの後でやったら自分出てきますので、ちょっと空いてる時にやってみましょう。そっか、これやとこれでもダメか。もう結構あれですね、アメリカも予算がないのかな。まあいいや、あのこれで、出てきた結果こういうのになってて、で、まあ、ちょっとこれが得られたとしてですね、まあ、見ていくと、これがあの実際のあの結果なんですけど、この中のさらにって見せたいんですけど、見ないな、出ないなちょっと待ってね、出ないね、おかしいな、あ、出た出た、あ、すいません、はい、出ました、はい。こういうのがもし出た場合に、じゃこれより先を見るにはってやって、これちょっとまあ見づらいからちょっと大きくしますけど、まあ、今結構これが韓国でブレイクしてるから、いろいろな情報が上の方にも出てますけれども、まあ、いろんな情報がある中に、ここ の、 あのテーブルの方を見てください。今はで、なんでかっていうと、ここに詳しい情報があって、あのここのねレフセックっていうところをまずてかを見るといいと思います。このレフセックって何かというと、リファレンスシーケンスの略で、実際のリファレンスのこのウイルスのゲノムのリファレンスとなるシーケンスの情報がこの NC なんとかなんとかって書いてあるこの番号で、あの現れています。でここをクリックすると、そのレフセックに関する情報がさらに得られると、まあ、この辺はもう普通のウェブサイトと一緒です。これもみんなでやってるからダメかな、まあ、ちょっとしたら出ると思います。まあ、あのでこれを、まあ、この出てきた結果をちょっと眺めてみましょうっていうのが次のここの4番なんですけど、あの、まあ、出てきた結果にはテキスト情報でザーッといろいろ書いてあって、いろんなところにいろいろな情報が散りばめられてますっていうのが見せたいんですが、あかんな、なんかちょっとあれやな、みんなでやったからあかんのかな。まあ、あの実は出てくると、これテキストの情報で、出てきた人は見てくれたらいいんですけど、テキストの情報であのいっぱいいろいろ書いてあって、その中にアミノ酸配列っぽいところが何箇所かあると思います。そういうアミノ酸配列っぽい情報っていうのは、この、 あのウイルスがあのコードしてるあのタンパク質配列ですねの情報があって、でずっと一番下まで見てみると ATGC の、 あの列がずらっとあると思います。それがあのこのウイルス の、 あのゲノムになります。でそんな風にゲノム配列は取ってこれると、まあ、そんな風に なってます。でも普通にこうやって NCBA でこうやって検索して、自分の必要な配列をこうやって取ってくるっていうのは、こんな手順で普通は、一番簡単にはやります。で、まあ、ここでそれの抜き出し方とかどうとかってやりますけど、これがあの表示されない以上ちょっとできないので、ちょっと今はやめておきますけど、できるかな、できひんな、まあちょっとみんなで一気にやったからできないんで、後でちょっと一人で やったらできると思いますんで、まあそういうのはちょっと今のところはこれでちょっと見といてください。で最終的に、そのレフセックっていうのが出てきて、このファスタっていうのボタンを押すと、そのファスタ形式って言って一番よくあのこれ使われてる形式なんですけど、塩基配列 の、 あの情報だけが、ほぼ塩基配列の情報だけが入ったこういうあの形式のファイルが得られると。でここのこれのファスタ形式の特徴は、一番最初にこの不等号で始まるヘッダー行があって、そこから後の行は全部これ塩基配列そのものというふうなので、こんな配列です。でもこういうふうな配列がザーッとつながっているのは、この MERS のこの正体です。のコロナウイルスの正体です。だからこれを検出しようと思ったら、これの配列がこういうふうなのがあったっていうのが分かったら、それ MERS でしたっていうふうなものが分かると。まあ、そんな感じです。
まあ、こういう感じの検索を、まあ、普段皆さんやりましょうと。やって自分の必要なものをやると。だからポイントは一番最初のこの、なんで検索するかというところですね。でこれ同じものを、まあ、あの Google 検索でできたらいいんですけど、今のところできません。あの Google 検索だとあのこの、NCBI のページが各ページが全部インデックスされてないので、あのそこにたどり着けないというふうになってます。はい。でまあ、そういうふうな感じで、まあ、あのゲノムは分かってたら検索できると。で分かってない場合とか、自分でもうちょっとその、やりたいとか、分かってたっていうのはすでに NCBI に登録されて、すでに解読されたって言って、まあ、報告されて論文も出てて、ちゃんとなんていうのかな、すでに分かってるってことになってたらここに NCBI に入ってるんですけど、そうじゃないものが今いっぱいあります。なんでかっていうと、今はものすごいその、スピードがゲノム配列もガン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 決まっていく時代で、途中のものとかがねいっぱいあるんですね。その途中のものは自分のところのウェブサイトだけでアップしてて、 NCBA なんかにはまだ入ってないけどね。なんでかっていうと、まあ論文として発表してへんから、そんな不完全な状態では出したくないっていう人も多いので、そういう情報はじゃあどうやって調べたらいいですかと、まあ、そういう不完全というか途中の情報こそ知りたいっていうのが皆さん多分研究やってるとあると思います。そういう時にゲノム配列を検索して使うのはこのゴールドっていうものを使います。これはゲノムズオンラインデータベースというものです。これもなんですけど、まあ、これもみんなで開くと多分あれなんで、ちょっと皆さんがやってなさそうな時にアクセスしてくれるといいんですけど、こういうページです。でこれは今言ったように、ゲノム塩基配列プロジェクトを集めたデータベースになってます。でですね、まあ、ウイルスはもっと前からやってるんですけれども、バクテリアのゲノムとかが決まりだしたのって1995年ぐらいからで、まあ、この20年ぐらいなんですけど、この20年間のうちにいろんなバクテリアのゲノムがどんどん解読されていって、今じゃあいくつぐらいあるのかというのが、実はこの、ゴールドがすぐ答えてくれます。ここです、ここです、ここのプロジェクトってところね、ここに見てください。でコンプリートプロジェクトっていうのが6653で、パーマネントドラフトっていうのが23,000ぐらいで、インコンプリートプロジェクトで29,000ぐらいとか、そんな風に書いてあるんですけど、これが実はゲノム配列が解読されたというものの数になります。でコンプリートっていうのはもう完全に解読して終了しましたというやつで、まあ、それが6600ぐらいあると今のところ。だからこの20年ぐらいでこれぐらい決まってきたと。でコンプリートして完全にやっちゃったものもあるんですが、それをですね、まあ、途中まではやって、パーマネントドラフトっていう意味のところなんですけど、まあ、ドラフト配列として公表して、そのままもうほったらかしっていうのがこの部分になってます。でそういうふうな状態のプロジェクトっていうのが、23,000件ぐらいというふうな形になってます。でインコンプリートっていうのが今やってる途中のものということになってます。そんな感じで、まあコンプリートとパーマネントドラフトを足して大体3万ぐらい のバクテリアとか、バクテリアというか、まあ生物 のゲノム配列の解読が今までなされてきたということになります。でまたさらにそのまた別の3万件ぐらいが今やっている途中ということになります。まあ、そんな感じでゲノムの種類、ゲノム配列の 解読の種類というのはこんなふうに、まあ、読み解けるということになっています。はい。でまあ、そういうゴールドっていうのを使うといろんな生物の、まあ、ゲノムが分かるんですけど、これは主に、まあ、バクテリアなんか のゲノムの取得に、よく使えると思いますが、実際には何でも使えます。全てのいろんな生物種 のゲノム解読のプロジェクトがここに書き集められている感じになっています。ただし全てを網羅しているわけではない。だからここのゴールドに、まあ、登録されたものは分かるというレベルです。まあ、それはそうですよね。インターネット上の全てのインターネットのページがわからないのと一緒で、まあ、Google が集めたものだけ皆さんが Google 検索で引っ掛けてこれるという構図ですよね。なんかそれと一緒です。まあ、そんな風になっています。じゃあ、ゴールドを、じゃあ実際に使ってみるっていうのをやってみようと思うんですけど、これもやっぱりさっきと同じで、みんなでアクセスすると、動作が遅くなったり落ちたりするので、まあ、ちょっと、タイミング、先にやる人は先やっていただいていいし、あとの人はゆっくり後で僕とが説明をしますので、説明しながらやるのをこう、まあ、見ていただければと思います。だから
まあ、ちょっと説明している途中でさっきみたいにまたアクセスできなくなるページが出るかもしれませんけど、ご了承ください。で、まあ、まずこのゴールドってページにアクセスします。これはここに、リンクも貼ってあるし、見てください。で、今からやる手順はですね、実はさっき言ってたあの統合テレに実はすでにあります。これ全く実はやるクエリーとかも一緒です。MERS に関しては最近ヒットしたので、それが統合テレビで予測できませんでしたので、そういう統合テレビは用意してないんですけど、今からやるゴールドのこの中央バチラス の例は出てますので、そっちを見てください。ここに統合テレビ のページがあって、実はこのサファリでやると、お前フラッシュプレイヤー入ってへんやろと言われて入ってないから出ないんですけど、そういう場合はこの YouTube 版はこちらですというのを見ていただければ、 YouTube の場合はフラッシュ入ってなくてもこうやって見えますので、これでまあ見ていただければいいと思います。これ結構、今年の5月版なんで、かなり新しい、統合テレビなんで、まあ、ぜひ参考にしていただければと思います。それでじゃ あの僕の方はこっちので一緒にやっていきたいと思います。で、でこのゴールドのページもどうやってやるかっていうことなんですけど、いろいろリンクするところがクリックするところがあって迷うんですけど、まずはこのサーチってとこをクリックしましょう。サーチ、あ、これじゃない、こっちか、このサーチなんかでいろいろ出てくるんですけど、とりあえずサーチのところでクリックしてください。そうするとまだ出るね、まだ出るかな、よしよしよし、出ました。でこれもね、でいろんなところ入れられますよね。いろんなところ入れるの大変なん、どれに入れたらいいんやろと思うかもしれないんですけれども、統合テレビではこれ教えてくれてて、NCBI バイオプロジェクトネームってとこに、このキーワードを入れます。で今回は、これ中央バチラスってので例でやるんですけれども、まあ、皆さん自分の興味のあるやつでやっていただいたらいいと思います。まあ、この例ではこの中央バチラスっていうのを、やります。これをコピーして、でさっきのここに入れるんですけど、 NCBI バイオプロジェクトネームっていうここですね、ここに入れます。ここに、ペーストして入れます。はい、それで、早い人はここです、今サーチしておいてください。で、サーチすると、サーチするとどういう結果が返ってくるか、こんな感じで返ってくると思います。21件返ってきます。でこの中央バチラスっていう名前の入ったバクテリアはこんだけヒットしてきますよと、現時点で。ただ今は21件というだけで、まあ、もうちょっとしたらもっと増えるかもしれないんですけど、こういう感じの結果が返ってきます。返ってきました。まあ、こういう感じでまず絞り込んでいくんですね。で、これで見てても、まあこれか、このテーブルで見てて、あ、これで満足だっていうのもいいんですけど、まあここ見ていただくと、プロジェクトのステータスって書いてあって、コンプリート&パブリッシュっていうのもあるし、このパーマネントドラフトっていうのもあるし、インコンプリートっていうのもあると思います。で、この3つの状態は、さっきも言いましたが、コンプリート&パブリッシュというのは、もう決まって、論文も出て、皆さんどうぞお使いくださいという状態です。で、パーマネントドラフトっていうのは、決めたんだけど、まあ、論文発表とかそういうふうなのはしてなくて、とりあえず配列だけはあると。で、そういう、でも誰でも使っていいよという状態であることが多いと思います。もちろん、パーマネントドラフトの状態で非公開のものももちろんあるんですけれども、多くの場合、向こうの予算の関係で、シーケンス解読したものは公開しろと。先ほど、串田さんの話でもあったけど、グラントっていうか、予算、研究費の関係で、特に海外なんかはこういうのを決めたら、公開してくださいってことになってますので、そういうふうになっているものも多いです。で、インコンプリートっていうのは今、やってる途中ってやつです。はい。で、そんな風なものが、まあ、あるんだなっていうのが、いろんな種のストレインで違いがあるのが分かると思います。それで、何するかというと、まあ、これの情報だけ見ても情報が少ないので、ここにもっと情報が出せると。それがここのセレクトフィールドっていうところからできますよってやつですね。で、これをクリックすると、こんなピロッというピロウィンドウが出てくると思います。で、このウィンドウの中で、なんか自分、このチェック入ってるのは今もすでに出てる情報なんですけど、これをさらに、なんか足してやれますよって。例えばここで言ってるのは多分 GC 顔料と、何やったかな ?is public かな、やったっけ、ちょっとすいません。僕も。GC 顔料と is public だね。is public にこうチェックを追加してですね、それでサブミットってしましょうと。そうすると、カラムが追加されたと思います。で、
をもう30分経ちました。30分だったということです。で、カラムが追加されてきました。 Is public っていうのはその要するに公開されているかどうかというものと GC ガールというのでがついたと思います。で、このテーブルもあのこのまま見ててもなんかちょっと見づらいと思いますので相当ができるというので、ここの GC 顔料というところのこのプラスをクリックすると、あれプラスじゃないな、ここの違うわ、ちょっと待ってくださいね、なんか俺変なことしたぞ、あれなんか変やな、GC 顔料と is public ってやってサブミットと、そうすると出てきて、でここの GC 顔料でここをクリックですね、ここをクリックですね、そうするとこれで、相当されましたね、 GC 顔料で、はい、あの GC 顔料低いものが高いものになる、と思います。こういうふうなあの順番であの、相当できるし、アッドデートっていうこの要するにこのレポートで追加された日であの相当とかそういうようなこともここをクリックするとこういうふうに古いものから新しいもの、だから古いものほど、まあ、より昔からやっている多分典型的なストレインであることが多いと思うんですけど、まあ、そういうふうな、まあ、あの相当ができると、まあ、そういうあのものです。で、まあ、これをここで見ただけじゃあまり面白くないので、今のは5番をやりました。で6番もやりましたと。で、で一番上に出てくるこの、3885っていうあのエントリーを見ましょうってことなんですけど、まあ、ここから3885が一番上に来てないんですが、あ、それはそうか、こっちか。あれ、あ、そうか、僕の相当の仕方を変えちゃったからですね。3885じゃあとりあえず見ましょう。すいません。あったんで。あの、個々のエントリー一個ずつ見てて、どれを見てもいいんですけど、あの、まあ、こういうふうな個々のエントリーでどういう、あの、プロジェクトネームでやってたとか、NCBI のバイオプロジェクトの名前とか、まあ、どういう決め方したかとか、どこが決めたかとか、でと、なんか実際に論文が出てる場合は論文の情報とか、こういうものがあの出てきます。で、ここで大事なのは、このここにも、書いてると思うんですけれども、まあ、この一番表の情報だけだと、これ情報が隠れてるんで、この上にタブがありますよね、シーケンシングインフォメーション、オーガニズムインフォメーション、オーガニズムメタデータっていう、ここがクリックできて、こうやるとこう情報がパカパカ変えれると。これはシーケンシングインフォメーションで、こうどういう状態で今もコンプリートですとか、シーケンスしたのがサンガーホディオンだとか、シーケンスのデプスが 9.6×だったとか、あと GC 顔料53とか。で、オーガニズムインフォメーションってやると、こうどういうバクテリアでどういうやつだとか、あと、まあ、オーガニズムメタデータっていうのも、まあ、これあんまり書いてないですけど、こういうふうなデータが得られると。まあ、そういうのがまあ見えると。でですね、さらにで、じゃあ配列をじゃあ どこから取れるんですかってやるんですけど、これは NCBI の方に飛んでいきます。 NCBI のバイオプロジェクト ID っていうのがこれに含まれてると思うんですけど、これですね、バイオプロジェクト ID、 これをクリックすると NCBI のさっきの、さっきあのコロナウイルスあの MERS で見たページとよく似たページに行ってですね、でここに飛んだからにはさっきと同じで、あのこの辺 あのリンクをたどっていくとあの出るんですけど、これちょっとさっきと違っててですね、まだ完全に決まってないから RefSec の ID がないのであのないんですけれども、ない場合はどうするかというのはここに書いてくれ、自分で書いてると思います。シーケンスデータっていうところがあって、それの数字をクリックしましょうって書いてますね。ここですね、シーケンスデータ、これは何でないかっていうと、RefSec っていうのはリファレンスシーケンスである程度そのリファレンスとして使えるようなデータっていうものに関してあの作るもので、特にまだこれ途中のものとかに関してはこの辺にあの、シーケンスデータって書いてヌクレオチドの本数165本あって、これホールゲノムショットガンのしたやつは1本になっているということなんですけど、この1本になっているものの位置っていうのをクリックすると配列が得られると。これ配列のエントリーですね、エントリーが得られるんですけど、なんかあんまり綺麗な書き方してないな、まあ多分ここのWGS ってところですね、ここをクリックしてやると配列情報が最終的にはあのこの Contig ってところで得られて、1個ずつこの FAST ってのをクリックすれば得られると思うんですけど、まあ、こんな感じであの最終的には取れると。でもまだまとまった状態、まとまって RefSec ってものに登録されてないからちょっとまあ手間ですけれども、こんな感じで取ることができると、まあ、そういう状況になっているというのが、まあ、あの
今の状況です。で、まあ、言いたいことは、配列はどんどん決まってるんですけれども、レフセックみたいに、きれいにまとまってるものはすぐに再利用できるんですけど、こういう、まだ作りかけというか整理する途中のですねデータもいっぱい登録されてて、こういうものをまあ取ってきて自分で使えるようにするというのはちょっと手間がかかると。でも使える、全部一応データはあると。そういう時にこういうのをまあ一個ずつ一個ずつクリックして取るのはめんどくさいなと思った時に、自分でプログラムを書いてってスクリプト書いてっていうふうなことがまあ必要になってくるというのがまあ現状なんですねっていうのがまあ言いたいことです。でまあ今後半やったゴールドの部分っていうのは先ほど言っている統合テレビに動画がありますので、まあ、これを見てちょっと復習してみてください。今日は、まあ、あまりそんなに時間取れないのでちょっと先を進みたいと思います。はい、でこれが、まあ、ゲノム配列の、まあ、名前から生物の名前とかがそうやってか取ってくる話でしたが、まあ、メタデータですね、やる話だったんですけど、今からそのゲノム配列から探すという方をやろうと思います。これはですね、まあ、ゲノム配列というよりは、まあ、塩基配列なんですけど、やることです。で、さっきそういう塩基配列が取れるよって言ったんですけど、それをじゃあ人間が目で見るんですかって話なんですけど、まあ、多くの場合人間が見るもんじゃありません。コンピューターに処理させるんですけれども、まあ、それをどういうふうに処理させるかという話です。で、まあ、こういうのを自分で目で見るメグレップって読むんですけど、メグレップとかいうふうなことはあんまりしないようにねっていう話ですね。はい、でまあそこはまあ置いといて、まあ普通多分今も皆さんウェブブラウザを使っていろいろ見てますけど、そのウェブブラウザ上で使う方法っていうのをちょっと話したいと思います。でそこでまあブラストってものを使うんですけど、このベーシックローカルアライメントサーチツールという意味のブラストっていうのをすで、に知ってたという人どれぐらいいます？ブラスト知ってる、使ったことある、どれぐらい、あ、割といますね。じゃあいいです、ありがとうございます。じゃあもうちょっと簡易的な説明しますけど、ブラストっていうのはここに書いてある通り、前世紀から、20世紀から使われてます配列類似性検索のデファクトスタンダードです。もともとはですね、これブラストっていうやつの論文が出たのは1990年で、その当時はですね、等円の配列相同性を探すためのツールでした。でまあ、そういうツールで、まあ進化的な関わりがあるかないかみたいなのを探すようなツールでした。で1990年ですから、まあ、ひょっとしたらこの辺の人たち生まれてないかもしれないんですけれども、そんなに古いツールです。ですけれども何回も何回もブラスト2っていうのが97年に出て、まあ、それ以後もバージョンアップを重ねてて、今多分 2.2 の10なんとかとかそういうバージョンなんですけれども、まあ、そういう変遷を経ているツールです。で今はそういう進化的な等円のものを探すというよりは、ここに書いてある通り、ほぼ完全一致検索だから、自分が入力した配列とほぼ一致した配列を持つものを探すようなツールとして使われることが多いと思います。で、まあ、この配列解析のまあ歴史って、これ僕が昔、昔じゃない、去年か、去年NGS の、トレーニングコースというので話したもののスライドから取ってきたんですけれども、まあ、配列解析をコンピューターでやるっていうのは昔から結構やられてて、まあ、いろいろあったんですけど、ブラストっていうのは一番やっぱり長く使われてるツールになります。まあ、この辺の話は後で川野さんが NGS のところでしてくれると思いますので、その辺は彼に引き継ぎたいと思います。で、で今僕2つの言葉を使ったんですけど、相同性と類似性って言葉を使ったんですけど、まあ、これもちょっとこんな機会じゃないと多分知らないから言っとくんですけど、余談なんですが、まあ、もともとはそのブラストとかいうのは配列相同性検索っていうツールで、さっき言ったように進化的な類縁性があると、共通の祖先があるというのを仮定したようなものをサーチしたツールだったんですけれども、実際にコンピューターが探すときは今はそういう配列のその類縁関係とか共通の祖先とかそういうのはあんまり想定してません。ただ単に配列が似てるか似てへんかという類似性というだけでやっておりまして、今はもうその配列相同性検索っていう言葉を使うのはちょっと不適切で、どちらかというと配列類似性検索って言わないと間違いないですよっていうのが、まあ、トゥゲッターでこれまとめてられてますけど、まあ、そういうふうな話があります。なので僕は配列類似性検索っていう言葉で今後ブラストの話しますので、そう理解しておいてください。で今ブラストのページをこれ NCBI で見に行くと、
ですね、せっかくな後でやりますけれども、NCBI のブラストのページって、NCBI に行ってブラストって書いてあるところをクリックしたらこれが出ますが、これもね、あの年代とともにだいぶ変わってきてて、昔はこのベーシックブラストっていうところだけが一番上にドンと出てて、あの、あなたたち好きなサーチしなさいよっていう、あの、感じの使われ方をしてたんですが、今は実はあのこの一番上ですね、ブラストアッセンブルゲノムズというあのところが上に出てます。これはどういう意味かというと、さっきあのアッセンブルしたゲノム配列が あんまり未整備でとかいう話したんですけれども、実はそのアッセンブルしたゲノム配列の NCBI 側で持ってて、それに対して自分の塩基配列をこう、配列類似性検索ができるようなツールになってます。だからあのなんか、でっかい全ての生物が含まれたデータベースに対して検索するっていうのはこっちでやれるんですけど、なんかもう生物を決め打ちで、この生物だけが自分があの今研究してるから、それサーチしたいからそれを探しますっていう、ここに、まあ、典型的な生物が書かれていますけれども、そういうもの以外に自分でなんかここであの生物名を入れて、あのその生物のゲノム配列に対してあの検索すると、類性検索をするということがあのやるのが割とあの今の典型的な使われ方になってきているようです。まあ、そういう使い方というのがあると思います。でそれ以外のベーシックブラストって昔から使ってるやつなんですけど、これはまあ多分あの、長い間研究やってる方はもう何回も見せられてもううんざりするような話かもしれませんけど、一応最初の初めての人もいると思うので説明しておきますと、配列類似性検索をするときには自分が持っている配列とデータベースで検索する配列の種類に応じてあのプログラム名、プログラムを選ばないといけないんですね。でそれがこういうふうにあのブラストのプログラム の、やつで、ブラスト N とかブラスト P とかなんかいろいろあるんですけれども、まあ、簡単に言うとこういうあの、テーブルにまとめられます。で自分の持っている配列が核酸配列、要するにアミノ、塩基 DNA 配列で、データベースで検索するのも核酸配列のときは普通はブラスト N を使うと。で、それ以外のときですね、これはブラスト N ってやるときはあの基本的には核酸配列レベル、塩基配列と塩基配列のこう類似性を調べるんですけど、それ以外のブラストのプログラムっていうのは全部あのアミノ酸に翻訳してアミノ酸レベルで の比較をします。でその自分の持っている質問配列クエリーとデータベース側も両方翻訳してあのアミノ酸配列レベルであの検索するプログラムがこの TBLASTX というものになって、まあ、それ以外あのいろいろなあのバリエーションがあるっていうことですね。まあそういうあのこういうあの、自分の持っているものとデータベース何使うかというものの組み合わせでいろいろあのプログラムを選ばないといけないんだというのは、まあ、あの知っておいてください。まあ、これもここでいちいちあの1個ずつ説明していると時間ないんで、あの参考資料を上げてありますのでそれを見てください。はい。まあ、そういう、まあ、ブラストの検索っていうのもできるんですけれども、まあ、これはまあ多分必要になったらやってはると思うのでできると思います。で、まあ、それ以外でせっかくここで僕らが作っているツールもあるんでそれを紹介したいと思うんですけど、それはこういうやつですね。これあのゲゲゲノムとかジェジェジェノムって読むんですけど、あの何かというとあの、まあ、Google 検索的にあのゲノム配列を検索したいねっていうところから来てて、もともとはその RNA 配列に対して Google 検索的にやろうってことで Google なってものを作ってたんですけど、まあ、それをゲノム版にしたというものです。で、これはですねあの、まあ、簡単に言うとさっきブラストでアッセンブルドゲノムに対してあの検索しますよっていうのが上に来たよって言ってたんですけど、それの、まあ、あの代替サービス、代替サービスです。あのアッセンブルゲノムに対するあの高速検索のツールになってます。でじゃあブラストと何が違うのってことなんですけど、ブラストに比べるともっともっと短い、はい、あの質問配列が短くても検索できるということです。でこれをじゃあみんなで実習でやってみようと思います。でこれも多分割 と、みんなでアクセスしても大丈夫なようにあの作ってあるのでいけると思います。でこれをじゃあここのゲゲゲノム .dbz.jp というページをみんなでこう叩いてみましょう。これですね。でここに書いてある通り、ですね、アクセスします。で2番目に書いてあるここにですね、この10塩基の配列を入力して検索ってやりましょう。でまあこれ今10塩基やりましたけど、皆さん自分の好きなこの塩基配列のパターンでもいいんですけど、ない人はこの同じやつをやってみましょう。これで、コピーしていただいて、ゲノムをねここで、貼り付けていただいて、
で、まあ、ここも何か選ぶんですけど、後でやりますんで、これ検索ってやってください。そしたら、帰ってきました。一瞬で帰ってきました。こんな感じで帰ってくると思います。これは一瞬で検索が返ってくるから多分見れなかった人もいないと思うんですけど、こんな風になります。で、これ何かっていうと、今入力した配列とヒトゲノムでマッチするところがあった箇所がここに出てて、それの箇所のどこの染色体の何番のどこからどこまでだったかっていうのが全部出てると。全部リストアップされると。で、ヒトゲノムはご存知の通り、プラス差とマイナス差、ワトソン差とクリック差があるから裏と思ったんですね。それで何回ヒットしたかっていうのがそれぞれごとに計算されて合計いくつあったかとか、そういうふうなものが、まあ、こういうふうに、検索したい結果が返ってくるというのがこれの特徴です。はい。でもそういうので、検索がすぐできるよというのがこのゲゲゲノムの、まあ、特徴なんですけど、まあ、いろいろできるよっていうのでここにヘルプにも書いてあるんですけれども、それをちょっとずつ、やってみましょうか。で、今これヒトゲノムに対して検索したんですけど、この辺はいいや。ヒトゲノム以外ではもちろんできて、ここに挙げられている用意されている何種類かの生物に対してできるようになっています。まあ、これだいたいイースト普通は酵母より、上のものとか、あとはまあレフセックに入っているもの全体とかそういうのもできるんですけど、今ちょっとまあサッカラマイセルビジェ菅工房の方に対して検索してみようと思います。これを選んでさっきと同じ配列で検索ってやると返ってきましたね。菅工房全体で16箇所ヒットしてて、その16箇所のうちは どんなとこにヒットしたかっていうのが全部こんな風に出ると。これ染色体の番号とそのゲノム上の位置がこういう風に返ってくるという風になってます。そういうものができて、でこれを見るとですね、なんかここをクリックしたくなると思うんですけど、クリックできます。でこれはここをクリックすると何ができるかというと、この UCSC っていうところ、まあ、大学です。これアメリカのカリフォルニア大学のサンタクルーズ校なんですけど、そこで作っているこの UCSC ゲノムブラウザーというもののゲノムの、まあ、その該当部分に行きます。今10塩基だけをこう検索したから、その10塩基の部分だけが拡大されてというか、だいぶ拡大されて出ちゃってるので、これちょっとズームアウトっていうボタンをこの辺のやつですね、ちょっと 3X ぐらい 3× ぐらいをちょっとズームアウト2回ぐらい押していただいてやると、こんな風に、今検索した領域がどういうとこだったかというのがもうちょっとズームアウトで、もうちょっとズームアウトとかいうふうにしていくと、このゲノム上の今位置が検索できたんだけど、それがどこだったかっていうのがこんな感じで出てきて、これが染色電子のコード領域だったのか、どういうとこだったのかっていうのがこんなふうな感じで見えるというところに飛んでいきます。で、この今からゲノムブラウザーなんですけど、これの使い方は今からちょっとこの次のところで次の項目でやりたいと思うんですけど、まあ、こんなふうに塩基配列の部分を検索して、そのゲノムブラウザーに飛んでいって、それがどんな領域だったかっていうふうなのが一連の手続きとして見えるので割と便利ということで、このゲゲノムっていうのは結構この塩基配列を扱う人、特にですねプライマーの設計をされる方がよく使っていただいているようで、まあ、プライマーの設計をするのに今のヒトゲノムとか自分のターゲットとして生物でやるときにそれがちゃんと当たるか当たらないかというのに、これがチェックを結構使われているようです。まあ、そういうサービスです。これはまあ我々のところ DBCS で作っているサービスになります。で、このゲゲノムの今使い方もまあ非常に簡単な使い方でしたが、これに関してもこれに関してはここですね、復習用って書いてあるところにあるように、これをクリックしていけばこの統合テレビの動画が見れますし、英語版のその動画っていうのもあるので、まあ、これも復習用に使ってください。まあ、こういうふうな感じで、まあ、ゲゲノムに使えます。で、今、これ、ウェブ上で一個ずつっていうふうなものをやるのを 見たんですけど、本当はこんなふうに一個ずつやってると、追いつかないっていうような研究してる人もいると思います。追いつかない人は、それを自分のパソコンでですね、プラスといちいちどっかのサーバーにウェブでアクセスしてやるってんじゃなくて、自分のパソコンに
ブラストを ローカルにですね、インストールしてやると。そういうやり方もあります。でそれは、まあ、自分でこう検索する質問配列数が多いとか、例えば1000回やりたいとか、1万回やりたいとかいう、まあ、研究をされる場合もあると思います。そういう時になると、自分のところにローカルにインストールしてやるといいよということなんですけど、それがどれぐらい難しいかというと、そんなに難しくなくて、多分大学院生の子だったら多分このページ見て やれば割とすぐできるんじゃないかなと思います。まあ、詳しくはこちらの資料っていうところのこれを見ていただくといいんですけど、まあ、こんなんです。これですね、ローカルブラストっていうので、まあ、こういうとこからまあプログラムを実際ダウンロードしてきて、ここにある統合テレビのやり方と、あとこの実際にこのテスト配列なんかも用意してあって、それを使ってやっていただければみんな多分できると思います。でこれ Windows でも Mac でもどっちでもできるようなものを用意してて、Windows でやる場合は SIGWIN、 Windows で動くネイティブのバイナリー、要するに Windows の普通のアプリケーションを取ってきて、それを SIGWIN っていうUnix みたいに Windows 上で使う Unix のコマンドラインを Windows で実現するツールなんですけど、その SIGWIN っていうので、実際の Unix 上のような操作をすると。でそうすることで MacOS 10とか Linux で使うのと同じようなコマンドでブラストなんかが動かせると、そういうようなこういう学習できるリソースというのも作っています。これは実は、何回か前の、この AJAX 講習会で僕が3時間かけて、やったやつなんですけど、だから3時間あれば一応できるというふうになっていると思うんですけど、今日はそんな時間ないので、今日はこのローカルブラスター紹介だけにとどめますけれども、こういうやつで自分のところにローカルのブラストを入れることで、すごいこうたくさんの計算なんかがブラストが自分の中でできるようになりますので、ぜひこういうのに興味ある方はやってみたらいいなというふうに思いますので、やってください。今はもう今日はもうこれ紹介だけで、これ以上ありません。はい。で、まあ検索する、塩基配列から検索するっていうのは、まあ一応ここで置いておいてですね、ここから先はその実際にですね、そのまあそういう塩基配列のデータは分かったと。でその塩基配列のデータだけだと、どこに何がどこが遺伝子だったかとか、どこがどういう制御領域だったとか、そういうのが分かりませんよね。でそれをひたすらですね、国際共同研究なんかでそういうのをつけていくプロジェクト、エンコードとかそういうプロジェクトがいっぱいやってきたんですけど、そういうものの成果ってどこにあるのとよく聞かれるんですが、それはこのゲノムブラウザ、先ほど言った UCSC のゲノムブラウザですね、そういうものの中に全部入ってるんですよね、本当は。でそれをまあ実際に、自分用にカスタマイズして、普段はそうやって表示されてないそのアノテーションを出してきてですね、必要な情報だけ自分のところに表示されるようにしようというような話を、ちょっとまあ、簡単ですが、これを多分一番今回大事だ、必要だったんじゃないかと思うんですけど、そのアノテーションを足してみるということをやってみようと思います。で、これはですね、まあ、ゲノム配列解読というのは人に関しては、まあ、2003年ぐらいに一応やって、もうそれから12年ぐらい経つんですけど、それ終わってからもですね、ゲノム配列に対していろんなアノテーション付け、ゲノムアノテーションというのを付けるっていうのをやってます。例えばですね、ここに書いてあるその転写因子の結合領域なんかがどこにあるかとか、そういうようなものが、まあ、何番染色体のこの位置につきますとかいうふうなものがいっぱいインターネット上でこう見えるようにっていうのをしてます。まあ、そういう注射付けのことをゲノムアノテーションで呼んで、それがつけれるような、つけて見えるようなものの仕組みとしてこのゲノムブラウザーっていうのがありますよと。でゲノムブラウザーっていうのは多分 NGS とかで使ってる人は IGV とかを使っている機会が多いかもしれないんですけど、ああいう IGV っていうのは、まあ、ローカルに自分のコンピューターにインストールして自分のコンピューター上にあるデータをこう見る、ローカルに使うゲノムブラウザーなんですけれども、普通多分よく使うのはもうインターネット上のサーバーで、どっかのサーバーにあるゲノム配列とかアノテーションをこう見るということが多いと思います。それがまあこういう実際のいわゆるウェブのゲノムブラウザーで、まあ、それの代表格として UCSC ゲノムブラウザーとアンサンブルゲノムブラウザーというのがあるので、それの簡単な使い方を今日はちょっとみんなで
やってみたいなと思います。これも多分みんなでやるとひょっとしたら落ちるかもしれないので、ちょっと慎重にやってみようかなと思います。でこれUCSC はまあ UCSC でいいんですけど、これアンサンブルって言います。これアンサンブルゲノムブラウザーね、まあこの機会に覚えて帰ってください。で実習の4として今日のやつみんなでやりたいと思います。はい。でまずはこのゲノム .ucsc.edu というところにアクセスしてみましょう。なんかちょっと僕これ溜まってきたんでまず消しますね。これを消しといて、タブが溜まっちゃってね。でこれでこれを新規のタブで開くと、そうするとこういうこれですね、 UCSC ゲノムブラウザー、これに出ました。でこれがゲノムブラウザーのトップのページなんですけど、なんかニュースがあればこれ出てて、新しい機能が追加されましたとか、新しい生物を入れましたとか、そういうのがここに出てますので、まあそういうのも注意して見ていただくといいんですが、基本的にはこの一番上のこのバーがありますね、ツールバーのところのもので使います。このゲノムですね、ゲノム、普通はゲノムをクリックしていただくといいと思います。そうすると僕はさっき、イーストのページを見に行ったからこれ覚えててですね、サッカラマスセルビジエのがいきなり指定されているんですけれども、まあ、それで見ててもいいんですけれども、ここではちょっと人のやつをやろうと思うので人を指定してみたいと思います。で人の場合はグループにまんまるで、ゲノムにヒューマン、でアセンブリーっていうやつにこのフェブラリーの2009っていうのを選んでみます。これじゃあどうやるかというと、ここのグループですね、グループにまんまるでこうやるとこう画面が変わります。でゲノムにヒューマンで、アセンブリーっていうのはこれゲノムのバージョンなんですけれども、なぜかこれ最新じゃなくてこれを使います。その理由はこのゲノムアノテーションっていうのは、まあ継続的にやってるんですけれども、新しいゲノムのバージョンが出て、要するに新しいゲノムのバージョンっていうのはゲノム配列として今までとは違う、もっとバージョンアップした、多分この部分が抜けてたんだけど実はここでしたとか、この部分があったけどこれは実はなかったよとか、そういうふうな改定が加わってるんですけれども、そういうバージョンアップをした時にですね、このゲノムアノテーションのバージョンアップが間に合わなくて、実は古いバージョンの方がゲノムアノテーションリッチであるってことが多いんですね。でこれ人に関しては実はそうで、この2009年のバージョン、つまり、ここで書いてある GRCH27 もしくは HG19 ってこれ全部同じバージョンのことなんですけれども、この、HG19 っていうものを使おうっていうのが使ってくださいっていうのが、まあ割と今時点での、まあ、標準的な最新版になってます。もちろんこの新しい版でを使ってやってもいいんですけれども、まあ、これ HG38 っていうふうになるんですが、そうなると、ゲノムアノテーションのバージョンとか種類がいろいろ変わったりするので、まあ、現状はこの HG19 を、でやってみたいと思います。まあバージョンアップっていうのがその塩基配列だけじゃなくて、そのゲノムアノテーションもバージョンアップしないといけないんだけど、そのゲノムアノテーションのバージョンアップが、ま、今そういうのを、やってる人たちがやってて、まだ間に合ってないっていうふうに思っていただければいいです。でこの実はこのゲノムの使ってるバージョンっていうのが大事で、一回このプロジェクトでそれを使い始めたら、論文出すというか、まあ一回なんかこうまとめるまではこのバージョンがなかなか変えれないんですね。そうするとですね、変えると今までやってたやつの数字が変わるとか、結果が変わる、要するに結果が変わるとかですね、結果が変わったりするので、あんまり一回これを決めたらですね、こっちか、決めたらあんまり変えないというふうな、要するにプロジェクトを始めたらそれが一応落ち着くまでは、一回目落ち着くまではこれを同じものを使い続けるっていうふうに、まあ割となってます。まあちょっといろいろ長々しくなりましたけど、このまあまんまるヒューマン HG19 っていうのでやってみてください。それで、まあ、検索するんですけど、まあ、せっかく判断に来たんで PPRG にしようかと思って PPRG っていう遺伝子をやってみようと思います。ピーパーガンマっていうんですけどね、これね、まあ太っちょ遺伝子です、肥満の原因の遺伝子の人です、 PPARG。 そうすると出てこないね、ちょっと待ってね、小文字でいきましょうか、 PPARG 出てこない、出てこないね、ちょっと Chrome だからダメなのかな、ちょっとじゃあ Google Chrome
クロームじゃこれサファリだからダメなのかな。Google Chrome でちょっとこれやってみたいと思います。そうすると、ちょっと待って。あれ、入力したら、あれが、ファイル、要するに、入力の保管が効くんですね。携帯電話と一緒で、途中まで打ったら、候補が出てくるんですよ。そういう風になるはずなのにならなかったから、ちょっと今これ、別のブラウザにしたいんですけど、Google Chrome だと、まん丸で、ヒューマンでこれを選んで、ここで、PPARG ってやると、あれ出ないな。なんでやろ。あ、ひょっとするとみんなでやってるからかもしれませんが、僕多分スクリーンショットで撮ってあると思うんで、それをちょっと見てみましょうか。ちょっと、これか。これですね。ここに今も書いてあるんですけど、こうやって打つとですね、こんな風に候補がこういう風に出てきます。何個かで、今サーチしたやつはこの一番上なんで、一番上のやつを選んで、選んでサブミットってボタンを押してくださいって言いたかったんですけど、出たかな。あ、出ました。これですね。これが出るとこれを選んでサブミット、そうするとこのゲノムブラウザーで今のその PPRG っていう遺伝子の老化数、その遺伝子のある材がこうやって出てきます。でこれがそのゲノムブラウザー の見てくれなんですけど、ここの一番上のこのギザギザみたいな矢印が、矢印が走ってると思うんですけど、どっちからどっちかな、多分これこっち向きに出てると思うんですけど、矢印がいろいろな、これはだからこっちからこっち側に遺伝子が出てて、こんな風にあると。でこれ見ててすごい変な、なんか線が入ってるだけなんですけど、この縦棒が入ってるところっていうのは実はこれエクソンなんですね。でこの線、細い線だけになってる部分っていうのはこれイントロンで、この部分はまあ読み飛ばされるというかイントロンの部分だ。だからこの一瞬この太くなってる黒い部分だけがエクソン領域で、ここがこうまとめられてメッセンジャー RNA になって、そこの一部が、まあ、タンパク質として翻訳されていくと、タンパク質になるというふうな見方になります。でこれ何個も何個も PPRG って書いてあるのがあるのは、これアイソフォームです。いろいろスプライスバリアントがあると、選択的スプライシングですね。なんか選択的というか、まあ、選択的の場合はこれもっとこれいろいろ出るんですけど、要するにバリアントにいろんなフォームがあると。だからこの遺伝子をいっぱいたくさん読んだら、こういう長さのものがいっぱい出てきて、これも確かに機能、それが最もらしいというふうになってデータベースにこれ入ってるということです。こういうふうな感じで何個も何個も何種類も何種類もあります。特によくこういうふうに PPRG みたいによく研究されている遺伝子に関してはこういう 種類が多くて、皆さんが昔人間が考えてたよりもこういうスプライスバリアントっていうのは多くてですね、ほとんどの遺伝子にこういうものがあって、たくさん出てくるのは別に間違いでも何でもなくて、たくさん読んだらこういうふうなものがいっぱい出てきてしまったというのが、まあ、実際の実情です。はい。で、まあ、そういうこういうものになってて、その下はこのまたそれもいろいろな情報があるんですけど、このレフセックジーンというのはレフセックの、で定義されている遺伝子で、この上 のいっぱいあったやつはこの UCSC が定義しているこのやってるアノテーションというか UCSC が定義している遺伝子の情報で、これはレフセックがやってる遺伝子の情報、まあ、それ以外にもいろいろあって、でこのなんか黒いこう汚らしく出てるのがこれいろんな生物とのこれ保存情報で、マウスとかドッグとかエレファントとかチキンとか書いてあると思うんですけど、これはその生物で人とほぼ同じっていうふうに判断されたらこういうふうに黒い線がついてて、まあ、人から遠ざかれば遠ざかるほどあんまり保存されてないなっていうのは分かると思います。まあ、そういうような情報と、まあ、あと一番下にリピートマスカーって書いてあって、リピート配列があって、そのリピート配列があるところもこうやって黒い情報に、黒いバーがついているという感じになってます。まあ、これは情報がいっぱいいっぱい入ってて、これ一個ずつ読み解いていくと僕のボロが出るぐらい、いろいろ情報が入っててですね、
僕もあんまり実は知らないことがバレてしまうというようなやつになってるんで、ちょっとこの辺で勘弁してください。まあ、詳しい情報いっぱいあるんですね。で、これでも実は一部しか出てないっていうのが、このテキストで実は、あって、それが5番目から実は書いてある、5番目以降ですね、に話が出てるんですけれども、この今検索してこう出てきたこの PPRG っていうのも、これ端から端まではちょうどその遺伝子の、もう本当5ダッシュから3ダッシュまでちょうど一番見やすい 端から端まで全長が見えるようなところでこれ、ゲノム上の位置をくり抜いて見せてるんですね。なのでここからもちろん詳しく見るときはズームイン、ここにズームインボタンありますね。ズームインの何かけとか出てるし、あとこれをもっとズームアウトするようなものもあって、この 1.5 かけとか3かけとかそういうふうなのでズームアウトもできると。ちょっとさっき後でのこの説明の都合上、これ三角形のズームアウトをしておきたいと思います。そうすると、この今見ている領域が一番真ん中に来て、それと同じ長さのが左と右にできるような感じで出てくると。で、これ見てちょうどなんかおかしいなと思うと思うんですけど、さっき僕が言った説明やと、ここの部分が遺伝子の領域で、そこの部分だけがこう、真ん中に来るようにやったんちゃうんかというふうに思うかもしれないんですけど、この、白抜きの文字、逆か黒抜きか黒くなってて白い文字で出ている遺伝子がこれ基準のとなる遺伝子になってて、この上の方に出ているいっぱいのやつはこれ5ダッシュ側にですねエクソンとかまだある別のスプライスバリアントでそういうものもあるけど一般的なのはこれですよという一番下のやつですねになってて、これのこれを基準にこっち側とこっち側を足して三角形のズームアウトしたというふうになってます。まあ、そういうちょっといろいろややこしいんですけども、こんな状態にしておきたいと思います。そうしておいてこのさっきのテキストに戻るんですけど、まあズームアウトしておきましょうと。で、そうしてこの6番以降があれなんですが、実はこの一番上に見ている情報だけじゃなくて、このゲノムブラウザーっていうのは下の方にもいっぱいいろいろあるんですね。それが何かというと、これ見てください。こんなふうにこのマッピング&シーケンスとか、ジーン&あじゃあゲノムじゃあジーン&ジーンプレディクションズとか、うん、フェノタイプ&リテラチャーとかいろいろありますね。メッセンジャーのエクスプレッション、レギュレーション、これが実はゲノムアノテーションってやつなんです。で、ほとんどがハイドになってますね。グレーになって出てないんです。ここにこれは実はここにこういうふうになんか出てるものだけがここに出てるんです。ほとんどのアノテーションは実は表示してないんですね。なんでしてないかというと、全部出すともう見づらいからです。だから自分で必要なものはここで足してくださいというふうな思想になってます。だから自分で必要な自分で見たいゲノムアノテーションを選んできて足すという考え方ですになってます。で、じゃあ何か足してみましょうっていうことになります。で、もちろん自分で興味あるアノテーションを探してきてやっていただいてもいいんですけど、それ探すのも何が何だか分からんってよく言われるんですけど、確かにその通りでよく分からないんですけど、慣れてくると分かるんですが、さっき言ってたエンコードプロジェクトでやられた転写因子の結合サイトの情報っていうのがあるんですけど、それは実はずっと下のこのレギュレーションの中のですね、このエンク TF バインディングしか出てないこれですね。これが実はそのエンコードの転写因子トランスクリプションファクターのバインディングサイトの実は情報になってます。こんなん分からないよね、最初ね。分からないと思うんですけど、これ1個ずつクリックしていってみると、例えばこれですね、これをクリックしてみるとですね、まあ、確かに、エンコードトランスクリプションファクターバインディングトラックスということで、こんな風に出てて、確かにそうだなというのが分かります。で、どういう、これはアノテーションだったかというのが、いっぱいこう長々しく書いてあって、リファレンスも書いてあって、これに使うときの条件とかも全部書いてあるんですけれども、まあ、そういうものです。なんですけど、今はそういうのはちょっと忘れて、これをまあとりあえずオンに小にしましょうと。で、これ小に変えるだけで変わらなくて、ここのリフレッシュってボタンを押さないといけないんですけど、押してください。そうするとリフレッシュされて転写因子の情報がここに足されます。足されてここにほらドカーンとなんか出てきたのが分かりますよね。これよく見ると、CTCF とかなんか、ナノグとかいろいろ出てると思います。つまりこれ転写因子なんですけど、転写因子が、チップセックやった実験で、まあ、チップセックは後で、まあ、川野さんが説明してくれると思うんですけど、要するに転写因子
の結合サイトだったと予測された領域ですが、こんな風に縦棒でポコ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 って書いてあって、まあ、あのここの遺伝子がこれ普通なんだから、これ遺伝子の制御領域にですね、こういう転写因子がいくつかこうくっつきそうなところがあったっていうのは最もらしい、まあ、結果であると。で隣の遺伝子なんかのところもこういういろんな転写因子の結合するサイトのがあったねっていうのが見えるわけです。でこれ詳しく知りたかったら、この縦棒を1個ずつクリックしてや見ると、まあ、情報が出てきます。まあ、情報が出たり、あの拡大されたりとかいろいろするんですけど、まあ、そんな風にしてこの転写因子の結合サイトは1個ずつ確認して見ていくと、まあ、そういう、まあ、あの状況です。だからこれ今ちょっとズームアウトしてでっかい領域で見すぎてるので、あの普通はその領域をセンタリングして、このどん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 詳しくしていって、どういうとこだったかなっていうのは後で、まあ、見たりするわけです。まあ、そういうあのことをやります。でまあ、それでいろんな、もうこれあの恐れないでですね、いろいろこう足して見ればいいと思います。例えばそれ以外にレギュレーションのところで面白いやつは、これですね、 TFBS フコンザーブドっていうのがあります。これは何かっていうと、これはもうちょっと古典的で、これ皆さん結構好きなんですけど、あの転写因子の結合サイトっていうのが昔は予測してたんですね。あのチップセックとかチップオンチップとかいう実験がなかったから、こういうあの転写因子の結合しそうなサイトっていうのをこう計算機で予測してですね、あのそれの予測した領域をゲノム中に、あのゲノムアノテーションとしてこうパカパカ足してた時代があったんですけど、いや今でもやってるんですけど、そういうのの領域の情報っていうのも足せると。それを、まあ、これも足せるんですけど、足してみましょう。ここの TFBS コンザーブドっていうのも、これもね、足すんですけど、さっきは小1個だったんだけど、いろいろあるんですね。フルとかパックとか、スクイッシュとかデンスとか。まあ、これ、意味は、僕らも日本人やからあんまよくわからないんですけど、下に行けば行くほどたくさん出そうですよね。たくさん出るんですよ。たくさん出るとすごい見づらいので、だんだんこう上げていってくれるといいと思います。今、ハイドになってて出ないんですけど、デンスってやると、ちょこっと出ると。そうすると、それでリフレッシュってやると、あのこの転写因子の結合サイトの予測したサイトが出てくるんです。まあ、ちょっと分かりにくいね、出てきてるんですけど、まあ、これですね、この部分ですね。TFBS コンザーブドって、なんかがこれ予測されてるっていうだけ出てきてて、あのちょっとしか出てないんですけど、それをもうちょっと詳しく見たくなったら、ここの、TFBS コンザーブドっていうのをちょっとずつ上げていくと、パックぐらいにして、リフレッシュってやると、こう、また再描画が始まって、これですね。TFBS コンザーブドのやつが今だいぶこう、広まって、で、これ一個ずつなんか ID が書いてあるんですけど、これも転写因子の名前が一個ずつ書いてあります。これの予測された領域、フォックスとかなんかいろいろ書いてあると思うんですけど、そういうものの、あの、転写因子の結合しそうな配列がそこにあったよっていうのが、あの、こういうふうに出ますけど、これはこっちのチップセックのデータとは違って、あの、コンピューターでの予測なだけです。ですけど、これ出てると。まあ、そういう、あの、形になってます。まあ、こういうのをいろいろ足してたら、もういろいろごちゃごちゃしてきて、なんかもう使えなくなって嫌やっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあ、それは、あのですね、それを回避する方法があります。それが、テキストの方で、その次に書いてある、この、もうちょっと下に書いてます、この9番とかですね、いろいろいじってしまうと元に戻したい。もうこんなんで自分がいろいろいじって変になっちゃったと。元に戻したいっていうのが出てくるんですけど、そういう時はもうこの、ここですね、このボタンの中にデフォルトトラックスっていうのがあります。これを押すと、デフォルトの状態に戻ります。要するに一番最初の状態に戻りますので、もうこれでなんかぐちゃぐちゃしちゃったら、これ最後にこのデフォルトトラックスと押すと元に戻ります。で、これでまた自分でまた新しくいじり始めればいいと。なので、どん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 いじって、で、あの、これデフォルトトラックで戻してっていうふうなことを繰り返して、自分の中でこういろんな、この便利そうなアノテーションでのを探してください。例えば、あの、制限酵素の、あの、切断サイトのやつとかいうのもあります。そういうようなものも、レストリクトエンザイム、これですね。これなんかそうですね。転写因子の、転写因子じゃない、ごめんなさい。制限酵素の、切断サイトに関する情報なんかが出るよって。これで、ここでも実はできて、フルとか言って、サブミットとかやると、さっきのやつに、転写因子の切断サイトがあるやつがフルで出てきます。こんなちょっと多すぎて、これ見たらないんですけど、今度、こういうふうに。
いっぱい出てきます、これって。これ、1個ずつ、バム H1 とかなんか書いてあるでしょ、エコー R1 とか、こういう、あの転写因子の施設断サイトがあったやつが、これ、絶対出てると。まあ、そういうようなもんで、これ、長くなっちゃって、変にしちゃったから、これはもう元に戻したいってことで、デフォルトドラッグってやると、元に戻ると、すぐに戻りました。っていうふうな、そんな感じで、どん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 自分でなんか新しいアノテーションを探して使ってくれるといいなというふうに思います。はい、まあ、本当ね、自分のこうやりたいものでこうやるしかないから、あんまり僕が皆さんのやりたいものわからないから、そういうのはできませんけど、まあ、皆さんのなんか手助けになればいいなと思って、こういうやつを今、紹介しています。それがこの9番目のやつ。であともうちょっと、もうすぐで終わりますんで、もうちょっと我慢してください。でですね、今ずっとこれ UCSC のゲノムブラウザーのやり方をやってたんですけど、UCSC のゲノムブラウザーはこれはこれでいいんですけど、アンサンブルの方がいいよっていう人もいるし、アンサンブルの領域でこれどうなってるんやろうっていうのが見たい時があります。で例えば今これ UCSC のゲノムブラウザー見てて、この今見てる領域を、UCSC のこの領域を、アンサンブルで見たいなって時が出てくると思います。その時は実はすぐやる方法が簡単にあって、ここのビューっていうところの中に、アンサンブルってなります。これをクリックすると別にアンサンブルのデフォルトの画面に行くんじゃなくて、これ今見てる領域のアンサンブルのページが見えます。こんな感じ で。アンサンブルゲノムブラウザーはヨーロッパに行ってるから遠いやろうとみんな思うんですけど、実は最近アジアのミラーができてて、これも実は AWS って Amazon の、 普通のクラウドのマシンで AWS にあるので、あと何秒後かでアジアの方にこれリダイレクトされちゃうんですけど、まあ、こんなサイトに来て、その今見てたあの領域、UCSC で見てた領域が、アンサンブルゲノムブラウザーだったらどんな風に出てるかというのが、こういう風に出てきます。はい。まあ、まあ、あんまり、当然同じ遺伝子見てるから、あんまりアノテーション情報としては変わらないんですけれども、実はその UCSC の方で提供しているあのアノテーション情報と、このアンサンブルの方であるのと、ちょっと違います。なので、ちょっと違うのを、まあ、見ていただくと、いいのかなというふうに思うので、同じ領域を見てるから遺伝子とかあるのは、PPRG で、この隣にはまた別の遺伝子があってみたいなのが一緒なんですけど、ここに書かれてるあのものがちょっとずつ違ってます。まあ、そういうものです。で、UCSC の方は下の方にトラックスっていうのがあったんですけど、アンサンブルではここの左側のここにまとめられてて、簡単にっていうか、まあ、ほどいていけばどんどん出るんですけど、まとめられています。で、その中でいくつかちょっと便利そうなやつを、あんま時間ないんですけど、説明しておこうと思います。でですね、これですね、アノテーションは提供されて異なりますってやつですね。で、これなんですけど、まあ、今これ、PPRG っていう、まあ、染色体3番の人の、3番染色体にある遺伝子を見てたんですけど、この3番染色体にある遺伝子がマウスの方でどの辺にあるのかっていうシンテニーのマップを見たいというときは、このシンテニーっていうところがあるんですけど、ちょっとちっちゃいかな、シンテニーっていうところがあるんですね、ここの。で、このシンテニーっていうところをクリックすると、そのシンテニーのマップが出るよというのが、こんなんですね。これはどう見るかというと、真ん中が人の3番染色体で、こっちか、人の3番染色体で、マウスだとどういう風になってるかというので、マウスも3番の染色体と、こっちの、16番染色体に、この人のマウス、染色体の、に相当する部分があるんですけれども、まあ、この部分は、マウスのこの部分とこの部分になってて、こう入れ替わってるよとか、そういう風な状態、シンテリンのマップがこれ得られるんですけど、こういうのが、簡単に得られると。で、PPRG があったとか、この赤の、この四角で囲われた、ここの部分で、人だとここに載ってるんですけど、マウスだと、こっちの、この部分の、6番染色体の、この部分ですよっていうのが、こういうふうに、見えると。こうやってすぐ見て取れるというのが、まあ、これ嬉しいというのがあります。で、まあ、これだけ見てもあんまり嬉しい人もないかもしれないんですけど、まあ、こういうので、こう、遺伝、こういう研究やってる人は、これで非常に情報を得られる人もいると。それ以外に、例えば、シンテニー以外に、もう一つ紹介しているのは、このリシーケンシングってやつですね。このやっぱりこの中にあるリシーケンシングっていうボタンがあります。それをクリックすると何が起こるかというと、これもやってみましょう。
これですね、リシーケンシング、これ。これやると何が起きるかというと、まあ、さっきほど来、あの人のゲノムはリファレンスシーケンスのが、リファレンスのゲノムっていうのがあって、でそれがあって、あのそれに対してあの違いがあるとかどうとかっていうのが、まあ、マップされていってるんですけど、そうすると、実は今、PPRG の遺伝子ってでっかくてですね、そのお前が指定した領域はリージョン2ラージであるというふうに言われてしまうので、ちょっと、じゃあ、ここの、あの、このスクロールバーでですね、ちょっとちっちゃめにしましょうと。そうすると、ちょっと領域が狭まって見えるんですけど、こんな風に出ます。で、これは人の、あの、リファレンスの配列と、あと、実はその、だいぶ早い時期にリシーケンス、人個人のゲノムを読んだ人として、ベンターさんとワトソンさんって人がいてですね、あのこのワトソンさんというのはあの、DNA の二重らせん構造を見つけたんでノーベル賞を取られたあのワトソンさんなんですけど、その方のゲノムがどこが違ってたかというのが見るんですけど、まあ、見えます。で、まあ、大体一緒なんですけど、たまに違うところがあるというのが、まあ、こうリシーケンスというものでは分かると、まあ、そういうあのものになってて、まあ、その領域は、まあ、あのアミノ酸をコードしているところであったら、まあ、なんか変わってたりとかするんですけど、まあ、多くの場合イントロンの中にあるんですが、まあ、そういう違いっていうのが、まあ、こういうもので、まあ、見えるよというあのビューアーまで、このアンサンブルでは用意されているというふうになっています、まあ、そういうのでこう、見えたりするというのが、まあ、この、やつですね。今これ簡単にやったんですけど、まあ、あの主にですね UCSC の部分っていうのはこのアンサンブルエンコード の, あのデータの使い方というものと合わせてですね、統合テレビの方にあるので、あの、まあ、見ていただければなというふうに思います。この復習予定です。でそれ以外にですね、もっと、まあ、もう実はあと10分ぐらいしか時間ないのであんまりないんですけれども、まあ、これまでできて暇やという方はあの、まあ、別の課題も実は用意してたんですけど、あの、まあ、皆さん多分あの生物の授業で昔ラウスニック種ウイルスというのを見てあの聞いたことあると思うんですけど、そのラウス肉種ウイルスっていうのが鶏のゲノムに、入り込んでるんですけど、それがどこに入り込んでるかっていうのを探すとかいうような課題も実は用意してたんですけど、まあ、あのこれも統合テレビにそのやり方が全部書いてあるんですが、そういうものも、まあ、あのちょっともう時間がなかったので、あの質問のタイムに回してあの、いうふうにしたいと思うんですけど、実はこのゲノムブラウザーを使うっていうのは非常に今やってる研究、分子生物の研究なんかの基本中の基本なので、ぜひこれ、使い方を覚えていろいろやっていただければなというふうに思います。まあ、今日は簡単に紹介ぐらいしかできなかったんですけど、まあ、こういうのを使って皆さんそれぞれ使いこなして研究に役立てていただければなと思います。まあ、人の話をしたんですけど、もちろんゲノムの決まっている生物だったら何でもこれ実、できますので、ただ人ほどこうゲノムアノテーションですね、いろんな注釈情報にがたくさんついてないと思いますけれども、まあ、それでも、まあ、同じですから、そういうのを、まあ、うまく使いこなして、自分の研究に生かしていただければなというふうに思います。なので、まあ、話としては大体これで終わりなんですけど、なんか、質問とか、わからないとか、あれば、今、言っていただければと思います。